はい、こちら深沢養鯉場さんの秋水3歳です。28センチです。お願いします。はい、新潟深沢さんの秋水です。深沢さんの鯉、秋水もこちらも大きく大型が期待できる、そんな秋水なんですけども、こちらも素晴らしい、即品評会に使っていただけるような秋水です。まずやはり秋水こだわりはこの苔の並びですね。背中の鱗の並びは絶対的に、見ていただきたいと思います。ライブ鯉何度も申し上げておりますが、やはりこの鱗の並びっていうのは必ず重要だと思います。心から綺麗に並び、背びれの横にも左右対称に綺麗に詰まっていることがやはりいいものと証拠だと思います。鱗の向きがこのように右へ左へ振ってしまったり歯抜けになってしまうと、どうしてもそこが目についてしまいますが、このようにピシッと揃っていると大変よく見えてきます。そして2番目はこの頭ですね。頭に黒ずみが、ほくろ、シミなどがないのがいいものとされますが、全くこれ一つもないですね。ほくろ珍しいぐらいないです。これがまたポイントとなります。そして耳体は白っぽく、そして紅は赤っぽいのが、個人的には好きなんですけども、この紅も真っ赤に上がり、ここがまたなんか模様になってて非常におしゃれに見えます。なかなかいないですね。ここでちらもこのように模様になっており、なかなかおしゃれな秋水と言えます。そしてお腹の方綺麗ですね。はい、非常に色の赤いタイプです。割と秋水やアサギっていうのはこの紅はオレンジ色のイメージがあるんですけども、こちらは、赤いです。ドイツ紅白のような赤さをしております。赤く背中の苔は青く、顔が白いため大変よく見えます。はい、素晴らしい秋水ですね。いかがでしょうか。はい、本当にそうですね。オレンジではなく赤ですね。はい、珍しいですよこの 赤、はい、赤いタイプは。それぐらい赤いです。本当に紅のような。そうです。はい、ドイツ紅白のような色してますね。やはりこれが綺麗に見せるもう一つの要因かもしれない。そうですね、なかなか見ない色なので、あ、珍しいなというような、そんなイメージですね。はい、ちょっと暴れやすいので麻酔を入れて撮影しておりますので、ちょっと、このようにパタパタ見えますけども。はい、こちらも一品越えの秋水じゃないでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。